皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も教えておねだり将棋で遊んでいきます。さあ、17歳以上の方ご覧くださいませということで、毎回注意事項みたいな感じ。さあ、個人レッスンメイド服で行ってみましょう。それじゃあ始めますか。次こお願いします。後手って言うんだっけ。後手で行きましょう。いや、まだあれですよね、多分10級ぐらいじゃないですか、おそらく敵さんの強さ。どう行きますかね。真ん中で行ってみますか。わーいと。王様は逃げておいてもいいんですかね。さあ、じゃあ王様ちょっと先に逃げて。なぜかおねだりされるんですよね。ヒントくださいって入った。嬉しいです。さあ、あともうちょっとでハートが溜まりますね。銀を割れしますかね。ん？ヒントください。どういうこと？ああ、こっちで教えないといけないってことですか？え？なんか変な風に。じゃあこれ、歩を割れじゃないですかね。まっすぐ行くじゃないですか。で、私が銀をバーテス。バーテたんですかね、銀を。ターン、ターン、ターンするでしょ。そう、なぜか、歩を伸ばしてくれる。さあ、オッケー。目が、助かった。さあ、やめましょう。こっちの手なくなってるんですよね、言って。気のせいですかね。どうしましょうか。じゃあ、普通に、どうしますかね。こっちから、銀伸ばしていきますか。さあ、セミナル君は将棋上手じゃないので、ご了承くださいませ。どうしようかな。さあ、いや、これもこうでしょ。もうちょっと操作しづらいですね。コントローラーで遊んでるんですけど。どうしますかね。これ左に行って王手にもなりますけどね。はい。さすが。さあ、じゃあ他の手で行きますか。少し1マスずれちゃう。もう手加減してよ。さあ、これでさっきと同じで、さっきと同じ感じ。これいいんだ。これで勝ちでしょ。で、飛車なったら勝ちと。お、が、い、ありがとう。さあ、なったですね。消化しましょう。どうしますかね。金取りますか。それか。角をこっちに持ってきておいて、さあ、これで、まあ、これ勝ちですね。飛車なったら勝ちですか。よーし、相手の方待ったってあれなんですかね。何回使えるんですかね。で、角な、まあ、角じゃなくてもいいですけど。一マスずれてた。一マスずれてた。ちょっと遠くから見てるから勘違いしちゃった。よーし、行くよー。ですよね。歩を垂らすと、ね、なぜ？ありがとう。お願いと。ヒントくださいと。じゃあこっちに逃げるんじゃないですか。逃げるか。逃げるしかないですかね。わかんない。で、どうしたらいいんでしょう。歩で鳴ってもあれですか。バーイと。いいんじゃない？相手にあれですよね。強い駒渡せない方がいいですからね。これでいけるでしょう。じゃあ。
で、金じゃないと、多分あれでしょ、角の前に来られちゃうと。いや、難しい。これじゃまだ、積んでないような。あ、そっちに逃げ出すみます。そっちに逃げ出すみます。さあ、では、銀を置いておいてよ。さあ、ありがとうございましたと。ありがとうございました。さあ、これで。とっても楽しかったよ。いや、嬉しいですね。おぉ、アンロックが増えましたよ。ボーナス、好感度。ああ、そういうことですね。あ、動画なんですか。バイバイと。では、今回の動画以上とさせていただきますと。でもギャラリーはちゃんとお届けいたしますと。どこどこ。なんかあれですね。いいですね。後ろのあの花なんでしょうね。花の名前。胡蝶蘭？なんか上から下に流れてる。そんなイメージあるんですけど。さあ、拡大がないんですよね。いやー、なんかいいですね。ずっと見ていられますね。なんかメイド服で将棋打たれてる人もなかなかすごいですね。なんかイメージ的になんかチェスっぽい感じがするんですけどね。中世のメイドさんってどの中世なんですかね。よくわかんないですけど、日本であまりにも馴染みがありすぎて、ただ日本ではお見かけしないんですけど、ね、メイドさんってほぼメイド喫茶さんぐらいですかね、いらっしゃるの。他にいらっしゃるんですかね、メイドさんって。さあ、これで31枚来ましたか。なんか本当、写真集ですよね。さあ、こちらあれですよ。なんとセールで100円でしたからね。すごいですよね。さあ、あと6枚ぐらいありそう。あと2枚ですか。さあ、ということで今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししていますので、よかったらなるほど亭のチャンネルの再生リストからたくさん動画ですね、ご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。